おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber 文雄隆乃が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。隆乃文雄の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は5月4日土曜日ですね。晴れのとてもいい日です。今ですね、私が毎日やっております早朝連行太極拳を終えまして、この行徳は駅前公園のバラ園のバラが咲き始めましたので、これからですね、1ヶ月ぐらい楽しめますので、皆様に今咲き始めです、行徳駅前公園のバラ園の美しいバラをバックにですね、私のコミュニケーションワンポイントテクニックをお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはですね、今日で3日目になりますが、私がですね、20年近く理事長をやっております NPO 日本プレゼンテーション協会のですね、活動についてご紹介したいと思います。日本人もですね、プレゼンテーションがなかなか上達してきたと思います。世界に出て行ってですね、おー素晴らしい名プレゼンターがいるなと、近頃はですね、驚きなんですよ。皆さん YouTube を見てくださればですね、いろいろな方のですね、日本人素晴らしい方のですね、プレゼンテーションが学べますので、皆さんこれぞという人の真似をしてですね、世界にごしてですね、おお日本人のプレゼンは大したもんだと言われるようになっていっていただきたいと思います。というのは、私はですね、 NPO 日本プレゼンテーション協会の理事長をですね、17、18年続けてるんですよ。そしてこの国がですね、認可してくれた NPO 団体、私らが立ち上げたんですけれども、この団体のですね、目的はですね、上質なプレゼンテーションの技術を日本国民に広く普及してほしいというのが目的なんですよ。その目的をもってですね、私ども14人体制、理事は14人おりますが、14人体制でいろいろな活動をしております。一つ今日はですね、皆様にお伝えしたいのは、毎月ですね、第1ないしは第2土曜日にですね、早朝10時12時のですね、2時間ズームで上質なプレゼンテーションをお教えしてます。セミナーという形でですね、一般の 方にはですね2000円、会員の方には1000円でですね提供してるんですが、非常にいい講師をお呼びしてですね、おお素晴らしいプレゼンだなと思うような姿で提供してますので、どうぞ皆さんですね、インターネットに Google にですね、プレゼンテーション協会と入れてくだされば一番に出てきますから、それにですね概要が上がってますから、毎月やってますので、どうぞ皆さん気楽な気持ちで参加してください。はい、日本プレゼンテーション協会はですね、24年ぐらい前に立ち上げてですね、もう20年活動を続けているんですが、実はですね、理事長の私はじめ、私どものですね、手際が悪いというのか、あんまり世の中に知られていないんですよね。これは本当に申し訳ないと思っているんですが、これから私の余生ですね、長くて20年10年以上生きるでしょうが、この良質なですねプレゼンター育成のためにですね、いろいろな角度から皆様にプレゼンテーションの
技能をですね提供していきますので、どうぞ皆様参画されてですね、名プレゼンターになっていってください。プレゼンテーションの他にですね、私は日本ファシリテーション協会を20年前に立ち上げましてですね、まあ、ファシリテーションも世の中に普及しているんですけれども、ファシリテーション、プレゼンテーションプラスですねネゴシエーションの団体も立ち上げたんですよ。交渉術ですね、ファシリ、プレゼン、ネゴシ、まあ、コミュニケーションに特化してですね、毎朝私はバイリンガルでですね、日本語と英語でそれら特に3つのですねコミュニケーション技術のノウハウをですね提供してますので、どうぞ私のバイリンガル YouTube もすでに7年間毎日発信してますので、お付き合いいただければと思います。私のですねコンタクトポイントは私のこのネットにですね、分かるように後ろに貼ってありますので、どうぞ私たちと一緒にですね名コミュニケーターになっていきませんか。はい、今日はですね行徳の咲き始めのですね駅前公園のバラ園の前からお届けしました。さようなら。